青春大学3年、春大メンバーの星かけると、はい、ニコマです。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画では、ES のポイントみたいなのを押さえて話していただいたんですけれども、今回は面接の方のポイントだったりとか、コツみたいなところをニッコマンさんに解説していただこうかなと考えております。はい、ということで、ニッコマンさんは、日本大学の方から4社内定っていうところで、どういうところに内定されたんですか？ビッグ4と、ウェブの広告代理店と、あとはメガベンチャーと、あとスタートアップみたいな感じです。いや、すごいですね。僕も行ってみたいですね、それ。ニッコマンさんに、インタビューしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、その実際にコンサルティングフォーなどの大手に内定されたというところで、ぶっちゃけどういったところが評価されたと考えてますか？まあ、3つあるかなと思っていて、1番は業務理解をちゃんとできたかなとは思って。業務理解、はい、いますね。まあ、よく、ワンキャリアさんだったりとかの、情報を見て、それで志望動機を組み立てていくっていう方は結構多いとは思うんですけれども、これだと他の就活生とあまり差別化ができないっていったところがあって、生の情報を取りに行くっていうことが大事かなとは僕は思っていて、この業務理解っていうのを一番最初に挙げさせてもらいました。はい。まあ、2点目が、最低限の論理的思考力。はい。まあ、2と5ませんって言ったところもあって、論理的に思考できてるのかなって問われる時って結構あったりするんですよ。ちゃんと考えられてるのかなって思うような質問が来たりするケースもあるんですよ。回答に対しては、じゃあ結論から述べて、じゃあ理由を述べて、あとは具体例を出そうねっていう風な、ちゃんと話し方をたくさん練習してましたね。なんかどういったところで感じたんですか？じゃあもっと具体的に論理的に説明してよっていうのも普通にありましたし、怖い、なんかここのロジック違わないみたいなところでロジックを攻められるケースっていうのはあったとは思います。3点目は？3点目っていうのは、やりきる力っていうのが一番評価されたかなとは思っていて、最後まで挑戦し続けるみたいなところを自分の自己 PR で挙げてたと思うんですが、コンサルティング業界も、どうしても炎上した案件であったりとか、自分で収集させなければいけなかったりとか、最後までちゃんとやりきるところっていうのが本当に本質的に大事だなっていうのはあるので、どんなところでも逃げ出さないで最後まで頑張れるよっていうのを評価されたっていう風な形だと僕は思います。じゃあその1点目の業務理解っていうところについて聞いていきたいんですけど、はい、その先ほど言っていたホームページとか、例えばワンキャリアさんだったら、そういったところでみんなが見れる情報っていうのを収集するだけじゃダメっていうことなんですけども、それ以外にはどうやって情報収集していくんですか？生の声を聞くっていったところで、OB、OG 訪問っていうのは的確にやってましたね。でただ、日本大学は OB、OG あんまりいないので、夏のインターンとかに参加した際に、つながった総計の子とか一緒に OB 王子訪問に行くっていうのは僕がやってました。2人で訪問になるんですか？そうですね、はい、連れてってっていう風に形でやるっていうのは結構やってましたね。自分のつてだけで探すなんて相当難しくて、友達の先輩が勤めてるからっていう風な形を取ってましたね。じゃあ次に2点目の最低限の論理的思考力っていうところなんですけども、具体的に言うとどういったところなんですか？工学歴層っていうのはある程度論理的思考力があるなってっていう風な前提を踏まえた中で、面接がスタートしていくのかなって僕は仮説を立てていて、ただ低学歴だったりとかあんまり学歴が乏しい人に関しては、じゃあ論理的な思考力があるのかなっていう風にチェックされたりとかはするんですよ。どういう風なところかなっていうと、先ほどもES のところで書かせていただいたと思うんですが、課題の特定の部分っていうのであったりとか、じゃあそれって本当に課題なのっていう風に捉えられたりとか、はい、別の課題もあったんじゃないのっていう質問が工学歴よりも多いんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。はい、なので、じゃあ論理的に相手を納得させるためにロジックを組んでいくであったりとか、納得させるための、面接の仕方っていうのが大事なのかなって思います。僕がやってたのはオウム返しっていうのをよくやっていて、オウム返し、はい、論理的に回答しやすくなるのが楽しいですね。はい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 。どういうことかっていうと、じゃあ例えばなんでこれが課題だったと思うんですかっていうふうに言われた時に、言われたことに対して同じことを言ってあげるっていうのが僕は大事だなと思っていて、回答がブレないんですよ。そうすると、で自分がこれを思いたい、これを喋りたいと思っていても、じゃあ相手の聞かれてることに対して答えなければ面接ではないので、そこからずれないようにするために、わざわざ自分でオウム返しをして強制していくっていう手法かなと思います。
で例えば挫折経験は何ですかって言われたら、私の挫折経験はから始めればいいんですよ。分かりやすい。そしたら確かに自分の中で意味わかんないこと喋らなくていいですよ。あと1個ポイントとしては、ちゃんと結論から述べる、そして理由を述べて具体例に進んでいく、この流れっていうのをちゃんと押さえた方がいいかなって思ってます。よく結論だって言ってすぐに具体例に行く人とかっていうのも、はい、まあ、教えてる中でもあるんですけど、それも本当に直さないとダメなんですよ。へえ。こういう風な理由があるよねって相手を分からした上で、じゃあ具体例、あ、そういうことなんだって相手に理解させないといけないので、喋り方というか話し方も大事かなと。次、3点目のやる気る力っていうところは、具体的にはどういうことなんでしょう。先ほどの一番最初に言った業務理解のところに付随してはなるんですけれども、うん、コンサルティング業界だったりとかっていったところの中で、じゃあ自分がどう活躍できるかっていった観点で、やる気る力っていうのを僕は、はい、述べさせていただきました。うん、僕がやってたのは、例えば、まあ、イレギュラーな場面っていうのがたくさん出てくるよねっていうのがあるんですよ。多分仕事をやっていても絶対に、まあ、クライアントとしてうまくなんかいかないことだったりとか、どこかで炎上してしまったりとかもあると思うんですけど、そういった観点でも、じゃあやりきる力っていうのは本当に大事だよねっていうことを僕は訴求してました。どんな企業にもそうです。はい、やりきる力がなぜ大事なのかっていうところも説明するんですね。自分自身がやっていた事業であったりとか、まあ、インターンだったりとか、まあ、アルバイトの中でもこれが大事だなと思っていたものが仕事にも通ずるものがあるよねっていうふうに転換させていくってことは大事だと思うので、そこはよくやってましたね。ニッコマンさんが面接で意識していたポイントについて解説していただこうと思います。はい、わかりました。僕が一番意識してたのは再現性っていったところで、企業を志望する理由っていうのが、まあ、自分がやりたいことがそこの企業で達成できそうだよねっていうふうな一つと、そこの企業でこう活躍できますっていうふうな2種類が僕はあると思っていて、と1個目のところに関しては、自分がやりたいことっていうのがそこでできるよねっていうのはもちろんあるんですけど、その企業がやりたいことの中間に位置してるっていうのが僕は大事だなって思っていて、どういうことかっていうと、例えば成し遂げたいこと、成長を応援したいとか、頑張ってる人を助けたいっていう風な、まあ、ものがあったと思うんですけれども、でそこの中に一番最適なのが御社ですよっていう風に、ロジックとしては志望動機を作っていかないと、まあ、他社でもいいんじゃないっていう風に言われてしまうので、自分がやりたいことの手段としてその会社があるんだよっていうのをちゃんと言えると一番いいかなと思ってます。まあ、他社比較の時もそうなんですけれども、 A、B、C っていう風な企業があった時に、じゃあ自分がやりたいことが C の会社では 50% くらい達成できそう、じゃあ B の会社では 70%、 A だったらじゃあ 90% 達成できそうだよねって言ったら、相手も納得してくれるんですよ。それを志望動機にうまくつなげていくっていう形です。御社にどうやって貢献できるかっていった観点も本当に大事なんですよ。相手にとってどんなメリットがあるかっていう話ですね。自分の強みっていうのが、じゃあこの部署だったらもしかしたら一番パフォーマンスを発揮できそうかなとか、僕はパフォーマンスの最大化って全部言ってるんですけど、かっこいい。また出てきたね、私。はい、でどんな部署であっても自分の強みが最大限できる。例えばエンジニアになりたいのであったら、まあ、営業よりもじゃあエンジニアの方が自分の方が自分の強みが発揮できそうだよねっていうふうに言っていかないといけないので、はい、パフォーマンスがより最大化できるよねっていう風な、差別だったりとか、まあ、区別の方法をやってましたね。ということで、1点目は再現性、2点目、はい、なんか他にありますか？コンサルティング業界に限っては、まあ、他のコンサルティング業界の会社とそんなにやってることが変わらないっていうのが事例として起きてくるんですよ。、ね、じゃあどういう風なところで差別化していくかって言ったら、はい、こういう風な人と働きたいっていう風な形になるんですけれども、ここでもよくあるパターンとしては、こんな人と働きたいですと、こんな人とやったら自分楽しいなと思いますっていう風な形でアピールする人が多いと僕は思ってるんですが、それだけだとちょっと弱いかなと思っていて、さっきのパフォーマンスの最大化って言ったんですけど、じゃあこういう風な人がいると自分って活躍できそうですよねっていう風な観点からも人って持ってこれるんですよ。なので他ファームとの比較みたいなところ、他の企業との比較、全然コンサルじゃなくても使えるとは思うんですけど、
自分が行きたい企業があった時に差別化全然分かんないよって思ったとしても、確かに。じゃあこういう風な人がいるから自分って活躍できるよねっていう風な訴求をうまくできるかなと僕思ってます。一番最初に人で比較するとあんまりいい印象持たれないんですよ。企業研究あんまりしないのかなって企業からも思われてしまいますし、はい、なのでさっき言った通り自分がやりたいことがこの企業の強み、うん、特徴で実現できそうっていった観点と、はい、プラスアルファでそういう風な人がいるからこそ自分って強み発揮できるよねとか、うん、活躍できるよねって言ってあげると相手も納得してくれやすいかなとは思います。いや、ありがとうございます。わかりやすかった、すごい。実際日大で就活してって、はい、面接まで行くってなると、うん、結構学歴の壁とか、え、周りに自体いないじゃんとか思うと思うんですけど、はい、それって実際どうでした？いや本当にそうですよ。走行マセンレベルというか全然いないっていうふうなこともあったりとか、まあ、グループディスカッションとかもあると思うんですけど、じゃあ6人班で慶応、うん、東大、京大、一橋みたいな、一橋そんなところとかも結構あったりしていて、まあ、コンサルとかだと、まあ、戦略コンサルと総合コンサル、IT コンサルって3つで分かれてると思うんですが、僕は総合と IT しかあまり受けてはなかったんですけど、まあ、戦略コンサルって別次元の人たちが多分いる僕は印象なので。あ、そうなんだ。面接していく中で逆質問とかあるじゃないですか。はい、ありますね。どういう感じで答えるとか、なんか答えはですけど、テンプレとかってあったりするんですか？あ、テンプレとしては 3,4 本作っていたのはあって、あとは企業に合わせたのを 3,4 本作ってました。なので8問くらいはどんな面接であっても全部作ってました。テンプレートの質問っていうのはどういった質問だったんですか？例えば自分は、こういう風な理由から次の面接に行く宝探しみたいな。へー、